スタンウェルプレイスは、かつて、ミドルセックス州、スタンウェルの集落の西にあった屋敷、内市は、それに付随した広大な土地、古作農場の総称。17世紀から建設が始まり、20世紀半ばに、大部分が貯水池建設のために売却されたほか、小さな区画に分割売却されてなくなった。スタンウェルの集落から、 半マイルほど西へ離れたパークロードの北側にある敷地には17世紀にはマナーハウスが存在していた。この敷地にあった最後の建物は1754年から1933年までマナーの所権利を保有していたギボンズケによって19世紀初めに建てられたとされている。建物は2階建てでセメントが塗られパラペットの背後には緩い傾斜の屋根があった。 後から増築された西洋区は、レンガ造りで、付随する小屋などの中には、も屋より古いものもあった。周囲の庭は18世紀に策定された。スタンウェルプレイスへのいくつかの門があったあたりで、パークロードが大きく曲がっているのは、おそらくは1760年に、サージョン・ギボンズがこの道の線形を変更したためで、あろう。1771年に、ギボンズ家は、 バラフィールドを囲い込み、庭の範囲は、東はオークスロードまで、北はバラグリーンまで、広がり300エーカー以上の広さになった。しかし、その後は徐々に規模が縮小したギボンズけは1933年に土木技術者のジョン・ウィルター・ギブソンにスタンウェルプレイスを売却した。ギブソンはスタンウェルに移り住み、リトルトンでクイーンメアリ貯水池の建設に従事していた。 ギブソンは当初スタンウェルロッジに住んだが90エーカーのスタンウェルプレイスと付属する261エーカーの農場を購入した。1936年首都水道局はギブソンのエステートの大部分にあたる契約書によれば346エーカーの土地を買い上げた。1947年にはこの土地を使って常時六世貯水池が開発された。 第二次世界大戦中の1943年から1944年にかけて、ギブソンは軍事省で土木技術担当の事務総長特別補佐となり、当時国費地高であったマルベリーハーバーの建造に関わった中心人物の一人となった。こうした経緯から、ギブソンは自宅であったスタンウェルプレイスを連合国遠征軍最高司令部の司令官たちに提供し、 ノルマンディ上陸作戦の結構日に向けた最高級の会議が2回、ここで開催された。出席した米軍司令官たち、ヘンリー・スティムソン、ジョージ・マーシャル、ドワイト・ディ・アイゼンハワー、アーネスト・キング、ヘンリー・アーノルドラは会議の期間中スタンウェル・プレイスに滞在した。1947年にギブソンが亡くなると、翌1948年に、 スタンウェルプレイスの住居部分22エーカーは、イラク王国の国王ファイザル2世に売却された。ギブソンの息子たちは、スタンホープ農場の17エーカーを引き続き所有した。1958年に国王が暗殺され、エステートは、その後、砂利採取場とするために売却された。地域住民による保存運動もあったものの屋敷は荒廃し、1960年代に、 建物は撤去された。ありがとうございます。